世界の偉人でなくとも、競馬ファンの誰かの偉人に。どうも、えー、そういう理念を掲げ、おかげさまで2年と3ヶ月、競馬ブロガーとして馬券術の方を発信してます、カルちゃんです。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人に意見を発信して、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そのことを通じて、その現状を良くできる、そんな人はかっこいいなと思い、そんなりなく馬券術の発信活動をやってます。 今回はですね、今の東京競馬の芝で、もう感情に流されずに、馬券を的中させる方法ということでお話します。もう7歳でも馬券が取れちゃう。そんな方法です。ずい武器です。今回の内容を実践しないとあなたは、周りが馬券を落ちて、よしよしと、ガッツポーズやハイタッチをして喜ぶ人を見る中で、あなたは馬券を外して、うるせえな、ちょっと黙れよと。 ただ、そんな風に、バケンをして喜んでいる人を、に散って知っしまう。そんなことになります。家に帰って夕方もう一度レースキを見るも、やはり馬券で負けたという結果が変わることはなく。このまま買っとけばなぁと、えー、その相手も現実は変わりません、えー。そういうのを繰り返してまた JRA にお金を落とすだけになってしまいます。今回の内容を実践すればあなたは、東京競馬で感情を他人の予想に流されずに、を打っを的中することができます。穴をさえ簡単に拾うことができます。そして、 人気馬も簡単に消すことができますでは、その後に知っておくべきなのが、今の東京芝の実態です。はい。今、2019年6月の8日。まあ、先週ですね。ちょうどアーモンドアイが S だけで,で、まあ、負けてしまったという、まあ、衝撃のニュースが走った、週なんですけど。今の東京競馬の芝、えー、もう、内側がダン有利よりし、もう、ラッチ沿いが有利りし、なので、どうやったら馬券が取れるか、どう馬券に活かしてるかというと、 内枠迷ったら最後の直線コースを走れる内枠という,うにしてください。例えば撮ってるのがこれ今、昼の1時50分なんですけど、もう先ほど、えー、この前に行われた東京の芝マイルでも、もう本当に内枠2枠と4枠で結局決まりました。で、8枠の馬が届かずという結果でした。もうなので、迷ったら内枠、これを守ってください。内枠で、実績がある馬。この馬はもう逆らえないです。逆に外枠に入った馬は消しです。 かというと、最後の直線構成、外側を走らないといけなくなるため、飲めないからです。はい。今すぐ、もう内枠、迷ったら内枠というのを今の東京芝では意識しましょう。それでは最後は以上です。ありがとうございました。なお、最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。愛されて2年と3ヶ月、3 5 0人が目からうろこといった最新の帯風化機にその全貌を下記同説メランブログで流します。えぜひ、えー、ここで話しきれなかったので、話すととても長くなってあなたが聞くの大変だと思ったんで、 ブログでまとめてきました。なので、今すぐ書き道を説明欄ブログの方をクリックしてください、えー。それでは今回は以上です。ありがとうございました。